ンちゃんとキッキはブレッドさんのパンが大好きです。パン作りを教えてください。3日もするとモンちゃんはパン作りを諦めました。私には向いてない。モンちゃんは次にドレスさんの店に行きました。洋服作りを教えてください。3日もするとモンちゃんは洋服作りを諦めました。私には向いてない。モンちゃんは次にブーケさんの店に行きました。花束作りを教えてください。3日もするとモンちゃんは花束作りを諦めました。私には向いてない。散髪屋さんや洗濯屋さん、靴屋さんにも行きました。けれどモンちゃんは3日坊主。どうして私は続かないの？キッキは頑張って続けているのに。この町の素敵なところを教えてください。突然マイクを向けられました。それならいくらでも語れるわ。それからモンちゃんはモンちゃんラジオを始めました。毎日街中取材に行って街の良いところを語りました。キッキがぽつりと言いました。3日坊主じゃなくなったね。